皆さんこんにちは、こんばんは、こんにちはです。今日はね、オリパを開封していくんですが、はい、今回ね、あのオリパっていうのはいつも僕まあ市販の、まあ、お店だったりとか、まあ、そういったところのオリパっていうのを結構買うことが多いんですけど、今日はヒューマさんっていうですね方が、まあ、ドラゴンボールヒーローズ引退するので、このさんオリパ出すので買いませんかということで、お話をいただいて、まあ、普段僕ねそういうのあんまり個人売買とかあんまりしないのでトレードとかね、あれはしないんですけど、まあ、ちょっとね一回要は試しだということで、買いました。はい、1個500円でどうもあのアルティメットレアが3分の1の確率で出るという触れ込みらしいんですが、まあ果たしてどうなんでしょうかね。まず1パック目から開封していきましょう。なんかね おまけもくれたみたいで、おまけただこれはね一番最後に開けたい。うん、さあまず1つ目いきましょう。でどういうものなんでしょう。まず1つ目いきましょう。1つ目はじゃん、お、はい、まず1つ目すいませんちょっとカメラの位置変えました。はい、1つ目は孫悟天 GT と、孫悟天 GT、 孫悟天 GT の次はおう合体、はい、合体赤です。結構強いカードですよ、合体赤。はい、その次3枚目はお、あれ孫悟天 GT が孫悟天 GT は同じ中に2枚あったよ。はい、4枚目あるの、あ、3枚入りなんだ。うん、あのレアがあって、要はレア、スーパーレア、レアみたい。うん、で真ん中にいいやつは多分星4つが入ってるんじゃない、おそらく。いきましょう、2パック目。はい、はい、2パック目レアのウイスさんです。てん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 、青年期のスーパーレアですね。はい、孫悟飯青年期のスーパーレアですね、通常の。はい、あー、はい、はい、3パック目、まあ、いきましょう。てんてん、でもコモンですね。今までそのレアとスーパーレアだったのにコモンが来たっていうことは多分これ期待できるんじゃない、多分そうじゃない、そういうことじゃない。はい、じゃあ行きましょう。お、おお、星4つ、星4つじゃないこれ、ベジット。え、まあちょっと昔のではあるんですけど、すごいね、マイラウンド開始時自分のパワーとガードが1500アップする。キャー、どんどん強くなっていく。これかなりいいカードじゃないですか。きた、3分の1で聞いた通りです。4つ目で前のあれでしょうけど、はい、4パック目いきましょう。4パック目の2枚目おースーパーレアのベジットだ。お菓子の時に僕がこれ出すのすごい苦労したやつですよ、これだ。これもねちゃんとスリーブ入れてくれてる。うん、これ使えるカードです。続いて5パック目さあ行きましょう。はい、5パック目です。おコモンっていうことは来たんでしょ、そうでしょ、ヒューマくん、ピッコロさん、僕の大好きなピッコロさんですよ。はい、ピッコロさんの、おうわうわー、来たー、来ました。あの今回のこれ買うと2000円ぐらいしますよ。じゃ あのお店によっては3000円ぐらい値付けします。2500円とか3000円とか。来ました、これ。まだ5パックしか開けてないよ、まだ5パックしか開けてないよ。めっちゃ使えるブルリーやないですかこれね。うわ、マジありがとう。もう俺古いのばっかりかと思ってた今回のサイロコも入れてくれてたんだ。はい、3枚目はこちらです、コモンですね。6パック目いきましょう。6パック目、あれまたコモンなんだけどちょ、マジでまたコモンだよね。はい、じゃあ続いて、ちょっと待って、嘘やろ、これさ、さっきまですっごい買おうかと思ってたの、これ
くれじゃん。しくれだ。え、入れちゃっていいの？ヒューマくんこれ。元取れるの大丈夫？ヒューマくん。TM8 段のシークレのタピオ。カードもすごい綺麗。カードもすごい綺麗。たった6パックしか開けてないのに、たった6パックしか開けてないのに、星4つがもう3つ。え、すっげえ嬉しいんだけど。ごめん。7パック目いきましょうね。はい。はい。レアのビルさん。はい。おー、バーダックの3枚目は、はい。レアの孫悟空と。レアの孫悟空ですね。8パック目いきましょう。はい。おー、8パック目。はい。続いて真ん中は何でしょう。でん。おー、トランクス。未来のトランクスですね。じゃあ9パック目いきましょう。9パック目、9パック目はこちら。はい、目の2枚目はこちらです。おー、かっこいい、超かっこいい、かっこいいシーカード。うん、3枚目はトランクスの GT。 10パック目になります。はい、では10パック目に、な、10パック目の1枚目はウィスさんですね。さあ行きましょう。真ん中何でしょうね。ででででででで、あ、本段のベジータですね。3枚目。はい、3枚目は、はい。はい、大海王神さんで、前半は以上です。後半ね、残りとおまけを開封していきたいと思います。で、あと、なんかヒューマーさんが、まだ引退オリパ、まだ販売されてるらしくて、もし、ヒューマーさんのこのオリパ買われたい方はですね、下から、僕の下の説明欄、ヒューマさんの YouTube のアカウントがないって言ってたので LINE を載っけてくれって言われてるんですよ。もしヒューマさんのオリパ買われたい方は下から、はい、本人に連絡を取ってやってください。